まあ、これ同時に4パート演奏してるんで、これだけで OK みたいな感じになりますよね。今回はコルグウェーブセットのアルペジエーターの機能についてやっていこうと思います。でアルペジエーターっていうのは押さえたノートをいろんな順番で鳴らすっていういわゆる分散和音の機能です。まあ、最近のシンセサイザーだとおなじみの機能ですよね。でアルペジエーターをオンにするにはアルペジエーターボタンを押します。でまずアルペジエーターのパターンなんですけど、アルペジエーターのパターンは押さえたノートの低い音から高い音を演奏するアップ、押さえたノートの高い音から低い音を演奏するダウン、でアップとダウンを交互に演奏するオルタネート、でオルタネートの2は音が重なるところも演奏します。で押さえたノートをランダムに鳴らすランダム、でレゾリューションで音符のふわりを選択します。で音符は32の3連から四分音符まで選択できます。でスイングで演奏にノリを出します。まあアルペジエーターの機能だと定番ですよね。でオクターブでオクターブのレンジを設定します。でオクターブの幅1から4までです。で今4で4オクターブの音域で演奏ができます。でゲートでアルペジエーターの演奏の長さをコントロールします。でソートはオフにするとノートオンした順番に従って展開します。でオンにするとノートオンにした順番に関わらず選んだパターンに従って演奏します。でシンクノートはオフにすると鍵盤でノートオンするとすぐに再生を開始してウェーブシーケンスには同期しません。でオンにするとアルペジエーターはあらゆるテンポのウェーブシーケンスに同期します。でラッチはオンにすると鍵盤から手を離してもアルペジエーターの演奏が続きます。でラッチ機能はシフトボタンを押しながらアルペジエーターボタンを使ってオンオフができます。でこれだけだと別に普通のただのアルペジエーターの機能なんですけど、でウェーブステートは4つのレイヤー別々にそれぞれのアルペジエーターを設定することができます。
じゃあレイヤー BCD に別の音を割り当てしてアルペジエーターで演奏します。じゃあ音を設定しました。レイヤー A はこんな感じです。でレイヤー B はこんな感じです。でレイヤー C はこんな感じのリズムっぽい音です。でレイヤー D です。じゃあ同時にアルペジエーターを演奏します。まあこれ同時に4パート演奏してるんでこれだけで OK みたいな感じになりますよね。でさらにウェブステートのアルペジエーターの最大の特徴はノートアドバンス機能と組み合わせて使うことですね。でこのノートアドバンス機能っていうのはトリガーするためにステップがずれるっていう感じでサンプルとかやると1音ごとにサンプルが変わっていくっていう面白い効果を作ることができます。じゃあノートアドバンスをオンにしていきます。各レーンのサンプルが進んでいるのがわかります。でシフトボタンを押しながらノートアドバンスボタンを押すとランダムオーダー機能がオンになってステップがランダムに再生されてすごい面白い効果を得ることができます。普通に音階演奏だけじゃなくてこういったリズム系の音に使っても面白いですよね。通常のアルペジエーターとしても全然使えるんですけど、まあ、こうやってウェーブシーケンスと組み合わせてノートアドバンス機能とかランダムオーダー機能を使うと本当に面白い効果が得られるんでぜひいろいろ試してみてください。